ルーサー・リンクは、青山学院大学文学部名誉教授。アメリカ合衆国出身。専門は、言語学及び、イギリス演劇。ミシガン大学において、構造言語学を専攻。ブランディス大学大学院修士、ミシガン大学修士、ソルボンヌ大学などで学位を取得。青山学院大学文学部助教授、教授、2004年定年、名誉教授。著書。 悪魔において、ヨーロッパの悪魔の概念の歴史的な後付けに関する先行する諸研究を踏まえた史論、及び中世からルネサンスの美術に表現された悪魔のイメージの図像学的考察を行っている。サタンと悪魔の語の意味、用法の相違や歴史上の成り立ちについて確認し、ヘブライ語のサタンより発しにリシア語聖書において別々に用いられたディアボロス、ソタノス、 サタンといった名称がやがて工作、混交し、聖書のラテン語訳において混同が決定的なものとなった経緯を説明している。ルシファーを悪魔と解釈した恐怖アウグスティヌスらの論に言及し、アウグスティヌスの動機をマニキョの異端に対抗するためであったことに見出している。ほとんどの人は知らないが、5世紀の恐怖たちがルシファーの失墜についての解釈を最初に 決定づけたのだ、とリンクは強調している。議論が多く一度も公式に定式化されなかった、キリストの食材の教理について、人間を悪魔から解放するために、キリストが身の代金を支払ったのだとする理論が長く指示されていたことに言及し、これこそ悪魔との最初の契約であろうと評している。キリスト教において敵とみなされ、悪魔の手下のごとく、 書物に記された異端者やユダヤ人やイスラム教徒が絵画表現の中では悪魔として描かれなかったことに着目し、それはキリスト教的存在としての悪魔は神の下で仕事をする存在であり、それゆえに異端者やユダヤ人ではありえないという暗黙の前提を示すものではないかと論じ、伝統的な悪魔の観念には神の側の存在であるという含みがあることを結論付けている。 そして、悪魔が担うものは教会によって決められたものに過ぎず、普遍的な悪の象徴というよりは、キリスト教の教派が定義した悪を表すものだと、表している。結論として、悪魔の観念、悪魔のイメージは、神学の所産であり、美術史における複雑な形成物であり、定まった姿、性格を持たない抽象であり、 教会のイデオロギー的道具であり、悪を説明するための弁法であり、そのような意味において悪魔は、現実の悪の重さと、悪魔の実在に対するリアルなキリスト教信仰とは、裏腹に、軽く、空虚な記号であり、顔形なき仮面、肉なき衣装のようなものであると論じている。ルーサー・リンク氏死去、東京新聞、医療スタッフのための英会話ハンドブック普及版、著者紹介。 悪魔 P33、悪魔 P37、悪魔 P42、悪魔 P46、悪魔 P53、悪魔 P306、悪魔 P308。ありがとうございます。